今日は45度レッグプレスの5大ミステイクということで、ここでは大腿部の負荷を最大にするのが目的なので、ここまで下ろしてしまったらこれは危ない。Welcome to Big Kide Channel。 今日は45度レッグプレスの5大ミステイク、よく犯しがちなミステイクについて検証していきたいということで、まず最初、この背もたれの角度、これがまあもちろん上げれば高ければ高いほど、見て分かる通りこれ可動範囲が、膝が曲がる角度が浅くなるので、まあ、動作が楽になると。でもあえてこのような角度にする場合もあるんだけれども、普通は低ければ低い方が可動範囲が広くなるので、大腿四頭筋、下半身の効果が高まるということで、まずは一つ目はシートの背もたれの角度を高くしすぎない。二つ目のミステイク、足の位置で、これ最初のミステイクと似てるんだけれども、足の位置が高いとまた可動域が、可動範囲が狭くなるので、それだけ重い重量が上げられると。だけれども大腿部への負荷は薄れるということで、ここでは大腿部の負荷を最大にするのが目的なので、足の位置は下である方が大腿四頭筋の効果が高い。逆に足の位置が高い、このフットプレートの上の方に位置すると、今度はハムストリングスと大腿筋なので、このハムストリングスと大腿筋を鍛えたいという場合は高い位置にこちらにしても OK。 ただ今回は大腿四頭筋メインのレッグプレスは、フットプレートの足のポジションは下であれば下である方が効果が高い。足の幅、足幅の広、この幅が狭すぎると、可動、やはり可動域が狭くなる。というのは下ろした時にこの膝がお腹に当たっちゃうから、なので可動域ができるだけ広くするためにはやや広め、このかかとが腰幅の広さかやや広いぐらい、そしてこの股関節の中にお腹を入れる、ちょうど相撲の四股を踏むようなイメージで下ろしていくと深く下ろすことができると。足の幅が狭すぎると下まで下りる、可動範囲が狭くなる。4番目のミステイク、これは、まあ、さっきの繰り返しにもなるんだけれども、ジムでよく見かけるしゃがみが、膝の曲げが浅いレッグプレス。もちろんレッグプレスの場合、スクワットよりも安全に高重量が扱えるんだけれども、高重量を過ぎて可動域が狭くなってしまっては、これ目的が達成されないので、最大に可動範囲が使える重さで深く下ろすというところが、レッグプレスの効果を引き出す最大のミステイク。可動域を広くすることは大切なんだけれども、最後5番目のミステイクとして見られるのが、お尻が浮き上がってしまう。まあ下ろしすぎと言ったら変なんだけれども、自分の可動範囲を超えて下ろしてしまうと危険になってくる。逆にこれが、お尻が浮いてくると、これ腰が丸まってくるので、下背部を痛める可能性がある。ここまで下ろしてしまったらこれは危ない。5番目のミステイクは、腰が浮き上がってしまう、お尻が浮き上がってしまうのが5番目のミステイク。シートの背もたれの角度を高くしすぎない。フットプレートの足のポジションは下であれば下である方が効果が高い。足の幅が狭すぎると下まで下りる、可動範囲が狭くなる。重さで深く下ろすというところが、レッグプレスの効果を引き出す最大のミステイク。腰が浮き上がってしまう、お尻が浮き上がってしまうのが5番目のミステイク。